はい、大阪市でね、1本10円の自動販売機が話題になっているそうですね。なぜこんな安いのかというと、もう賞味期限が間もなく切れると、そういった商品をね、もう利益度外視でね、1本10円で売ってるんだそうです。いいと思いますよ。で、出てくるのね、何が出てくるか、その時のお楽しみなんだそうですね。まあ1本10円ですから、フロンティア精神、あ、すいません、買いたくなっちゃいますよね。でね、何が出てくるのかなっていうね、風船、あ、すいません、期待が膨らんじゃってね。で、自分の好きな飲み物がね、出てきたら美味しいちくわ、あ、すいません、気分がいいってね。ねずっちです。今日は浅草に行ってきます。